結構人がいるんだな。ここイグラでは中立地帯になってるんだよ。暗黙の了解でね。結構便利よ。よーリン。おっさん。あ、なんだ連れがいるのか。紹介しろよ。今そのつもりだったの。こっちがアキラで、こっちがケイスケ。どうも。この冴えないおっさんは元美ね。このおっさんこの辺のこといろいろ詳しいからさ、知り合っといて損はないと思うよ。冴えないは余計だ、よろしくな。情報屋なんだってさ、うさんくさいったらありゃしないよね。情報屋。いろんな情報を仕入れて、それをネタに飯食ってるってとこだな。特にラインのこととかね。うん、まあまあな。ラインって、ここじゃ当たり前のように出回ってるリキッドタイプのドラッグだ。一二滴舐めれば神経が高ぶり、体が軽く感じられ、筋力もついたような気分になる。気分になるだけなら他のドラッグと同じなんだけどね。ラインが他と違うのは、本当に肉体能力と精神力が増幅されちまうってとこだ。本当に実際に強くなるってことか。うん、あ、もちろん一時的なものだがな。依存性は高い、禁断症状は強く出る。濃度を間違えたり過剰に摂取すると死に至るっつう危険な薬だ。だがイグラで勝ち抜くためにほとんどの参加者がラインを使用してる。んなもん使わなくたって強いやつは強いし、ダメなやつはダメなんだっつの。俺は絶対使わないもんね。ラインを流してるのはイグラを主催しているビスキオだ。イグラが続く限り奴らはボロ儲けってわけだ。うまくできてる。さてと、俺は人と会う約束があるからそろそろ行くぜ。あれ、この間頼んだ写真よろしくね。はいよ。写真？そうだ、お前さっきさっきのは不意打ちだったからさ、もう一枚どう？いや、いい。おお、いいねいいね。おいちゃんと一緒に写るか。おい、俺も？いいじゃねえか、お知り合いになった記念に。あ、ほら行くよ。アキラもっと笑ってよ。うん、はい、撮るよ。じゃあ俺行くぜ、またな。じゃあね。なにケイスケ、眠いの？あ、眠いってほどじゃないんだけど、ちょっと疲れたんだろ、少し寝てろよ。うん、ごめん。もう寝ちゃったよ。虫も殺さない顔してさ、意外に神経太いんじゃないの。昔からちょっとずれてるところがあるからな。アキラひどい。でもいいよね、昔からの仲間って。うん、ねえ写真でも見よっか、俺いっつも持ち歩いてんの。結構いい感じのとかあるんだよ、見て見て。ねえ、これは処刑人の盗み撮りでしょ。黒いのが霧雄で、金髪が軍司っての。イグラのルール違反者を取り締まるのが仕事なんだけど、気まぐれだしいい加減だし、違反してなくても言いがかりつけて殺しちゃう時あるから、アキラも気をつけなね。でこれがね、ああそうそう、タグ取りだ。あ、これ懐かしいな、ブラスターで取ったやつだ。ブラスターに参加してたのか。うん、してたよ。言ったじゃん、こう見えても結構強いんだって。アキラは？ああ、おお、そうだったんだ。個人戦チーム戦どっち？個人戦のみ。ほうほう、俺逆にチーム戦オンリーだったからな。俺さ、ブラスター抜けたの結構前なんだけどさ、なんつか昔の方がさ、こうみんな元気よかったっつうか、渋さみたいなのあったじゃない。それに憧れて最初は参加したんだよね。なんか喧嘩して本当の仲間を見つけるっていうのかな、そういうやつ。ボッコボコになって腹の底から睨み合って、そんで仲良くできたらさ、もう最高じゃん。一番嫌な部分見せてんだもん、
それ以上壊れようがないよね。そうだな。けどなんか変なルールを誰かが勝手に決め出しておかしくなってったよね。やたら勝ち負けにこだわって、誰が上だ下だってさ。最初は面白いと思ったけど、すぐに飽きちゃった。中身がないんだもん。それが理由か。ん？何の？リンがイグラに参加した理由。ああ、まあそんなとこかな。チームも解散して、みんないなくなっちゃったしね。ああ、そういうアキラはなんで？やっぱ同じ理由？そんなところだ。そっか。それにしてもアキラもブラスターに参加してたなんてね、なんか嬉しいな。それから少しリンと取り留めのない話をした。コロコロとよく表情が変わるリン。豊島という街にその明るさはひどく浮いているようにも思えた。